本社は港区。会社、会社電話したらいいやんか。ちょっと一回、ちょっと店長と。誰にや。話し合ってっていう形。なんで俺が待たなあかんの、お前。社員、エネルチェック。ベテランさんと。5月から社員なので、うん、まだ2ヶ月。電話つながってる。お兄さん、今日の営業。はい。いや俺さ、組み取ったんやけどさ、はい、こういう賭けもあるやんか。これ足場組む際になったん？いや、もともとなってました。いや、なってへんやろ。目の前の足場組む際ちゃうの？これこれもめちゃくちゃ汚いやん、これ大丈夫なこれ？はい、これどうすんの？手、いや、手でこすってもな、治らんやろ。自分じゃ分からんの、なんも。はい、あ、いけたいけたいけた。分からんやん、社長呼んだらいいやん。音聞く聞く。あ、ちょっと店長の河合の方にちょっと店長じゃ分からんやろ。あいつどこ行った？なかなか帰ってこない。なんか電話しとる。客さん置いてそんだけ逃げとるんかんな。めちゃくちゃ向こう行きましたよ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。顔出し NG ですか？いやいや、出しといてくださいよ。顔大きいんで。顔が人に。あ、でも今遠近法で大丈夫ですよ。遠近法で大丈夫です、今。顔大きいの気にしなくてもあまり。これね、はい、ちょっと前にあの鈴鹿のさ、斉藤さん、名前出しとると思うんだけど、ランボルギーニがどうとかこうとかで、だから知り合いで、俺も最近ゴルフ行くんだよね。そうですね。月に2、3回行くか。結構行きますね。行くよね。はい。今回、まあ、緑エリアの社員の、社員、エネルチェック。ベテランさんと、ベテランさんと、新人さん。で、今、まあ、同じ物件で、2人とも、新人は、入って5月から社員なので、うん、まだ2ヶ月1ヶ月あ、社員最初アルバイトでしょ。アルバイトやってました、うん、2、3ヶ月2、3ヶ月口ばっかりなんでしょ、あいつ。口ばっかりというか一生懸命元気はもうあります。ほんと結構いいね。でポンコツだって言ったじゃん。でもすごい、本当にやる気はあるみたいな。やる気はもう 120% 以上あって。ほんと今日そのやる気が見えるね。でも逆にはみんなの前でいいこと言っとって、はい、こうやってまあクレーマーみたいなのが来て、うるさい人が来て、いける？いやどうやろうな、慣れてないんでね、怒ること。あー、めっちゃ嘘っぽい。めちゃくちゃ嘘っぽい。めちゃくちゃ3人で覚えるじゃん。すごい。でも会社で言っていいの？運送業、あ、全然入ってください。運送業者で、はい、結構あるんですね。そうですね、台数的にはまあ少ないですけど。どれぐらいの？いや、まあ20ぐらいですよ。15ぐらいですね、今現状は。なんか頼むと、これもな、俺ばっかりですよ。ちょっと頼むよ。YouTube かかってるからな。もともと視聴者さんなんですよね。だってもともとなんかうちの動画知っとって、はい、斉藤さんがうちの動画に出た時に、はい、なんであれ塗り替え道場の社長知っとんのみたいな感じが話が弾まってた。そうですね。あ、来ました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 。やばいやばい、これじゃない？え、こっち止めてるよ。こっち止めるんかな。やべえ、いける？あ、ちょっと一回じゃあマイク止めて連発だよ。マイクですかね。めちゃくちゃ食べ方ちょっとダメなんじゃないの？ちょっと待って、マイクか、置くか、置くか。ここどうやってつけるんですか？ちっちゃくしよう、行きます。ここでいいですか？なんか隠しといてもいいよ。反対にして、逆にして。あ、それでいい、それでいい、それでいい。なんでこんな、あんまり良くないですよね。こっち見てる、こっち見てる。あ、来たな、行った方がいいですね。行くか、やばいやばい。行きますよ。うん、行くか。見えてるんだって、怖い。いや、見えてない、見えてない、絶対見えてない。自然繋がっとる。お兄さん、ここの営業聞こえますか？はい。いや、俺さ、見とったんやけどさ、はい、おい、いきなりスイッチ入ってた。こういうのとかこれはね、県内で撮っとるで、これ撮れる？回収工事やろ、これ。はい。こういうのどうすんの、これ。ちょっと店長確認しますけど。しかも、ね、自己紹介するんですよ、いきなり言ったんでね。誰って感じ。誰って。しかもこれ電話繋がってるね。これ大丈夫？あれか、音声さんが。あ、編集が大変か、はい、これ。両方言っちゃうか。まださっきも見とったんやけど、最初。なんで？もうあっこもあるやろ？はい。で、こういう賭けもあるやんか。俺がイヤホンしなかったな。イヤホンない？あ、これは、はい。これ足場組む際になったん？いや、もともとなってました。いや、なってへんやろ。目の前の。これ足場組む際ちゃうの？これ。黒いカバーがついとんだわ。あの、ひよこのカバーみたいなのが。足場前の写真も撮ってるんですけど。うん。足場前、立てる前から今その写真あんの？はい、あります。今度見しよう。サイドにない。あれやしょんだ。これが一応足場組む前のフェネルコートの写真になるんですけど。うん。一応もう、ほら、前の写真わからんやん。面白い。これ、エアポッド繋ぎたいな。設定できるんだよ。どうぞ。はい。これちゃんと直すの、あっこは。設定？ちょっとそれも、河合の方に。可愛いって誰か知らんけどさ。あ、店長なんか。はい。はします。まあこれはええんやけどさ。はい。ああいうタイルとかどうなんの？これタイルは全部塗んの？ここのタイルは確か塗らなかった。
これ塗らへんのこれ。はい。このままで行くの？そっち行って解除しな。いやこういうのとかもこれどうすんのこれ。いや関係ない関係ない。なそういう箇所 いろいろあるやんか。はい。そうあれどうすんのかな思って。ああ。よいしょよいしょタイルも割れとるとこあるし。はい。そういうのはどうすんの？めっちゃ言っとるやん。いやいやこの側面とかな。はい。めちゃくちゃ余計あんのよ。いやどうすんのかな思って。ああ。自分じゃ分からんなもん。はい。ああ、いけたいけた。分からへんな。ほんなら社長呼んだらええやん。音聞こえる聞こえる。ちょっと店長の河合の方に人を。店長じゃ分からんやろ。こっちの声は聞こえとるけど。あれだよな。社長呼んだらええやん。社長、あ、社長呼べてた、社長呼べてた。社長呼ぶの分からんやろ。自分じゃ分からんやろ。はい、ちょっとここは。何も分からんやったら社長に一回電話したらええやん。ほんなら。こういうのはどうする？ちょっと一度電話してみ。一回電話してみ。はよ、はよしよ、時間ないで。すぐ電話しよう。あ、小栗君もっとじゃ社長を本当は呼ぶなよって自分たちの店長とか呼ばなかんぞって言ったんだけど、いきなりも社長呼べって言って OK って言っとんね。社長呼べって言ったの。そうですそうです今言ってみたんですよ。僕映してあそこ見て笑ってる笑ってるめっちゃ笑ってる笑いこらえてくださいって見られてる。あだけど向こうと俺が喋ってる声を拾ってるわ。大久保くんが大久保さんマイクしてくれてる。マイクしようしよう。いらっしゃいでいらっしゃい。写真撮ってる。あ、確認ってんじゃない。どうやって攻める森さん。どうやって行く。何を見たい。何を最近起こっとんの。森さんが最近気になる。なんかあいつがどういう対応か。電話した。だよね。あ、今ちょっと電話。あ、写真。あいつのやる気を見たいよね。社長呼んでくれんの。そんな顔してるけど。社長はちょっと。なんで社長やろ自分の会社の。社長呼ばなあかんで。そんなんでもやれそんな。社長に電話しよう。大久保君、あの、俺、近くにあれ、家あるんだけど、そこを見積もりできるかって言って聞いてよ。お兄さん、はい、名前なんていうの？あ、自分、上川です。上川っていうの？はい。いや、俺、この辺に家あんねえけど、はい。そこもやってくれんの？塗装工事とか。家庭は、はい、大丈夫。やってくれんの？でも、はい、こんな工事されたら嫌やで、俺。はい。全部中途半端にやられたら嫌やでさ。はい。できんの？これはちょっと、あんな、わからへん、笑えても嫌やし、なしますね。玄関のタイルがなんでこんなに汚い、はい、これ綺麗になるのって言って。これもめちゃくちゃ汚いやん、これ。大丈夫な、これ。はい。これどうすんの？いや、手でこすってもんな、治らんやろ。いけんのこれ。あの、これ綺麗になるの？これ綺麗になる？あっ。あっとかしか言ってないじゃないですか。あっとか、あっとかしか言ってないからね、全然。今ね、電話でね、誰か喋っとるな。河合さんじゃない、はい、だってここ僕の現場じゃないしと思うんじゃん。ん？僕の現場じゃないしって言わなきゃな。確かに。右側ちょっとどうやって攻めさせる？なんか面白いことねえから、ちょっとこっち手振ってくれる。だって俺の声こっち手振ってくれる。バレるから。こっち行ったら俺もめちゃくちゃ。そんなにクレーム言われてたんだと思うから。ね、そういう話になるよね。だからそれでちゃんと。河合さんって人は知ってるんですか？海軍知ってるんで大丈夫。ちゃんと情報を筒抜けだから。こっちの情報を筒抜けだから大丈夫です。問題ございません。あいつどこ行った？なかなか帰ってこない。なんか電話しとるし。客さん置いてそんだけ逃げとんのいかんな。めちゃくちゃ向こう行きましたよ。マイナスポイント2ですね、これは。マイナスポイント2ポイント目。いや、それはいかんな、さすがに。2個目ですよ。だってそんなにまだ切れてないからね、言って、僕も。あ、買ってきました。カディだ。はい。出ました？あ、一応電話したんですけど、ちょっと今、結構予定が立て込んでて、2時ぐらいだったら来れるっていうことで。あ、そう、何でもいいんやけど。はい。こことかちゃんと洗ってきれいにすんの？また、洗浄の方入ろうと思う。あー、はい。いや、俺、ほんでさ、はい、それも何でもいいんやけど、あの、家、ペンキ塗ってほしいな。はい、泣いたら見て。で、足場組むのとかって、だいたいどんぐらいかかんの？時間的には。1日あれば、その戸建てだったらいけます。で、ここは、あの、こういうのは新しく打ち直すこともできるので。あ、これはもう打ち直すの？はい。
一応でもここは見積もりに入ってないっていうおっしゃってたので、それは困るぞ、それは困るぞ、それは困るやろ。それはちょっとここは打ち直していきます。はい、デモはちゃうやろ、打ち直すの。ここもはい、でああいうとことかいろんな箇所、うん、はい、こまごましたところ、うん、あ勝手にはいはいって返事させちゃう。もう予算外で、予算外でやるとか。あ、じゃあもう他にもやろうか、はい、予算外でやるとか言って、勝手にやるって言ってるやつ。ただちょっとここは元々割れてて、はい、いや、これも直してほしいな。きれいに、ただで、これきれいにただで直してくれよ。ただで直してくれよ、玄関もこれ。この黒ずみとかも。ステラテンパットラ。ちょ、パーツ洗浄はかけてみるんですけど。全部ただで直してくれよ、今言っとんだ。これまだかけてないの？全然かけてない。一回かけて。あ、そうか。あってない。いや、多分住宅塗装ってなると、だいたい何日ぐらいで終わるの？住宅塗装はだいたい2週間から長くて、まあ、天候によってちょっと変動はするんですけど、うん、3週間ぐらい。ちゃんと言えてんね。長、まあ、すごく長くて1ヶ月とか。高くない？はい。ちょっとど高い高い。その塗料を使うかにもよる。まあ、今電話あかんやろ。すいません。すいません。だいたい120万ぐらい。ちょっと余裕かましすぎな、はい。もうちょっとかますか。140は高すぎやろ。もう50万でやるよ。50万はちょっと。何俺この、お前。これはどういう風に対応してるの？でもこういうとことかも全部やってくれんねや。はい。無償で。ここは、高圧洗浄はやっていこうと思ってます。ただ、その、ここの修復ができるかっていうのは、ちょっとまた。自分もともと営業所とそれ困るよ。はい、それ困るぞ。それは困るって。ここはでも管理会社のさんにも、話し済みと、うん。いやいや、通ってきてへんから、その話。ああ。うん。はあって。ちゃんとしてくれないと困るよ、こんな。はい。お前誰もわからんもんな。じゃあ写真だけ。めちゃくちゃ面白いです。写真、ほんとは全部撮っとかなあかん。表情とかこっちのなんか。あ、そうだよな。あ、自分の写真も撮って送ったのか。はい。なあ。笑ってる。ちょっと余裕かもさしてるな。ちょっとなんかどうだ。なんかねえかな、有吉。タイルも塗装入ってるよね、とか。あ、工事の内容聞くか。この工事の内容聞こうか。あ、タイルが塗装。あ、タイル塗装するように。本当はね、大久保くん、タイルって塗装しちゃダメなんだわ。クリアとかしか。うん。だけど、普通の塗料塗ってって言ったらどうやって言うんかなとかさ。工事の内容をちょっと攻めてみますか。今とか改修工事っていうあれだ。要は何をしとんの、これは。これは今、防水と、あと外壁の塗装。うん、こういうタイルとかもさ、これ例えば塗ってって言ったら塗ってくれんの？まぁ、ちょっと、また、費用はかかってくるんですけど。うん、あ、この上からペンキ塗れんのや。はい、ここは塗っても問題ないってこと？はい。あ、そう。ちょっとでもこのメッチとかが、いや、別予算出したら、このタイル、色塗ってくれんの？はい、別予算で。普通にシリコン。ほんまに？塗れる？はい。普通にシリコンとかで茶色く塗れるの？とか。黒く塗れる。ほんな普通にシリコンとかで茶色を塗れんの？ここのメッチの方がちょっと。うん、じゃあ、けど普通に塗れるってことや。はい。あ、そう。やばい、あいつ。塗れる。そういうことな。これタイルも全部もう塗ってやって、これ汚いでって。黒く塗って。もう女、全部汚いで、もう黒を塗ってくれやん、全部。タイル。黒く。うん。なんで、できやんの？ああいうとこと、もう全部。もう黒く塗ってよ。汚れ目立つやん。毎回頼まなあかんでさ。黙ってろ、あいつ。はい、何も喋らん。うん。でもこれ黒を塗ってよ、全部。黒く全部塗ってって言ったんだよ。全部。あ、って言って。はい、え、これは自分らがやったん？まだちょっとだ、自分でそれもトークが全然ダメだね。分からへんの、はい、もうとりあえず分からないと社長呼んだらええやて。でもこれ黒塗って。あ、もうなってもいいんで、ちょっとお前。うん、なんかイチャモンつけて、ちょっともう意地でも社長に電話しろって言って今から。とりあえずもう社長呼べ。もうほんでもこれも、この見積もりも取りたいし。はい。もう一回電話して。あ、何でもええ、電話して。自分じゃ完結できへんで。あいつ、どう、な、なんの反応もしんのおかしいよね、社長呼べって言われたのに。なんであいつ。いや、なんでもええで、はい、社長呼んでくれたら。社長呼べって言っても、あいつって。回答もないもん、あいつ。聞いてる？俺もう時間ないで。もう焦ってたよ。もう、はる電話して。とりあえず電話してくれたらええわ。何あいつ、ほんと、ここすら。呼びます。電話して。いや、呼びますとも言ってない。あっ、って言ってもいいよ。普通なんか回答するじゃん。ちょっと待ってください。確認しますって。あ、もう時間内で早押してくれよ。はい。あ、確認します、確認します。会社になって言っとんだろ。大久保君近づいて、あいつ何喋ってるか聞き取ってくれ。会社に電話しようか。
おい、電話せえ、はよ。携帯番号知ってる。めちゃくちゃ顔取る、あいつめちゃくちゃいい顔してる。こっちから取れるよ。お前、確認で、お前、誰に話すんねや。今、こっちから大丈夫。あ、河合さんに電話してるから。ジムじゃないな。河合くんかな。はい、社長に電話してくれてもいい。社長に電話してくれてもいい。ジムに電話してくれてどうするのって感じ。あ、一応河合くん確認しとくな、一応。それもちょっと違うけどな、はい、一度上司の方に確認しますとちゃんと言わなかったよね。ポイント4、ポイント4はい、ちょっと来ていただいてるってな、オーナーずらしてるけどって知らん人がね、しかもね、怖いからね、こんな人が真横に寄ってたら、こんな人が、あーって女来たらめっちゃ笑ってる、笑ってるって、笑っちゃダメなのに笑ってる。確認取った、一応今撮ってるんですけど、あいつもうテンパっちゃって誰かも聞いてないもんね。なんでやねんお前。店長ですね。だから社長でエッチとるもん。あ、本社にかけろって、本社に電話してみ。うん、自分本社どこなん？本社は港区。会社。会社に電話したらいいやんか。はい。電話しろ。はい。なんでやねんお前。早くよお前。あ、ちょっと一回ちょっと店長と誰にや。話し合ってっていう形。あの俺がまたなあかんのお前。うまいうまいうまい、めっちゃうまい、ね、お前に言うてるやん、何も言ってねえじゃん。まあでも一生懸命やばいだね、やっぱね、あいつね、なんかとりあえず社長にお前分からんで逃げてはないね、やっぱ一生懸命すぎてさ、社長に確認しますとかがまだここまでの回ってお前携帯しようなお前、あ、お社長かけたな。一生懸命するだけど管理水の人がやったでしょ、うん、あそこの高圧洗浄はしてくれんの、はい、あそこは、うん、顔見て顔見て、あいつの顔、あとやれそれこそいっぱいいっぱいの顔、もう出とるか、もうタイルの隙間とかもちゃんと出てくれんの、時間通り、ところが多すぎる、はい、森さんもなんか自然で一回ちょっと左の方にさ、玄関の方とか行ってくれ、で一回僕さ出てなんか不思議、あ、これは普通にこれのとか言わずになんかどう、あいつもなんか真っ黒、これ無理だみたいな、でもこれは濡れやんやろ、いや、いい、大丈夫、はい、濡れるところと濡れないところやっぱあるんですけど、でもこのタイルは濡れるとだよな、黒色に、大丈夫大丈夫なあ、このタイルは、はい、もうこっちもやぞ、え、いや、よし、降りてお疲れ様です、じゃ、大右手がなんでもやっぱり、やっぱり降りるか、おれ、ちょっと可愛さちょっと邪魔します、なんでいいで、可愛くなんか全部このこと知っとるから、おちょっと岡部さんからお電話かかってきて、なんであの高級なんで岡部来た、今日解体してて、はい、電話切った、電話切った、電話切った、何してて、うん、あの次の現場コーキング使うからもらいに来ました、はい、お前全然対応悪いやんか、すいません、なあこいつの方が営業向きかもしれないぞ、ま、あ、あーって言ってるだけ、喋ってきてどうだった、もし本当にお本心ダメですよね、だってタイル黒く塗れんやろ、お前ちょっと森さん黒く塗れるの、タイルは塗らないです、黒く塗れるの、クリア塗装とかもあるんで、黒いや、それ説明してねえよ、うん、お前、急いでおる、はい、先渡しになれ、ま、参加できる、動画参加、あ、いや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 、何お前、黒く塗れるって言ったよな、あれまあ、塗れるんじゃないかなと、まあ、塗ったらおかしくならん、あ、まあ、おかしくはなるんですけど、でも、そういう提案なかったじゃん、あ、全然塗れますよ、みたいな、なんか、目地が、なんて言った、あ、目地がただ目立たなくはなってくるんですけど、目立たなくなる、どういうこと、目が、はい、ちょ黒く塗れって言ったらはい大丈夫できますとか塗ることは塗れるけど、ちょっと柄がおかしになるからな、はい、黒く塗ったらめちゃくちゃおかしいですよね、おかしいだろ、まあ、これ黒塗ったら全部黒どう森さん、点数どうちょっと5点とか自分で決める、5点だよ、何点満点中、100点満点中5点ぐらい、どういうところが悪かったの、ちょっと自分がうまくまだ塗装を調べきれてなかったな、おい、どうだった、いや点数的にですか、動画、うん、動画出てですか、うんうん、ちょっとでも最初緊張しとったことちょっと早く緊張しましたよめちゃくちゃ緊張しましたよほんでなんか真面目じゃないですか、うんうん、なんであんまり言うとかわいそうじゃないですか、うんうん、ちょっと両親が痛むんですよねでも次そうなったらしかもなんかお前社長呼べてたもん、あ、あ、あ、だからだけどお前いや
ちょっと上司に確認しますとかなかったの？あ、一応河合さんに何回か、あの社長に電話した。相手にちゃんとやっぱコミュニケーションを取って、あ、ちょっと上司に確認するんで、僕社長の電話番号わからんで、はい、上司に確認します、ね。呼びたくなさそうに言ったわけ。なんか多分ーーそうですね、正直。ほんと真面目ですね。真面目。何も言えないです、本当にね。そうそう、本当にでも、評価がわかるね。真面目だけど、エンジン切りたいな。なんかアドバイスない経営者として。まあ、運送業者の社長は、まあ。僕も営業をやってるんで、ね、目を見てずっと喋り続けるっていうのは絶対意識した方がいいですよね。ああ、なるほどね。相手の、はい。はい。あと引き出しを何個も持っとくっていうのは。うん。あ、見て思った。思いました、営業としての評価は何点？マイナス500。マイナス500っすからね。すごいね。これ叩き上げでいっとるんだな。でもこんな感じじゃ、なんか、不安になるよね、こっちは。そうですね。会社側としてはそうなるかもしれないです、ね。だってお前さ、いきなり出てきてさ、こうやってお客さんも何も言わずに、わーって言ってきてさ、もう何も悪いことしないし、うち何も悪いことしないわけじゃん。でもなんかお前もう悪い人になってるな。わかる、なんか、すいません、すいません、どちらさんですか、同じ、もちろん。だから別にその、どうどうしようがいいよ、人間のコミュニケーション。はい。でもなんかお前、悪い、なんか怒られてる人に感じたよね。そうか、頑張れ。もう朝から今度いいな。ちょっと待って、給料保証はしとけて、すごい首の宣言の仕方だよね。だけど俺は一つプラスは、真面目。だけど営業としては名店かな、こいつとはちょっと思った。わからん、自分次第だけど、それは別に悪いことじゃないじゃん。ちょっともっと引き出しを増やしていこうと思います。うん、まあそうだな。はい、まあ、もう勉強。はい。実際、どうしたらよかった。じゃあ俺今さっき説明しようと。首になるっすよ。そういうところ。首になるっすね。持ってないもんもプロからね。真面目さとか素直さとかそこ磨いて一生懸命やるしかないんじゃない。はい。頑張りましょう。はい。頑張って。まあ楽しみだからいいわ。あと最後に強く言ってすいませんでした。優しすぎる、優しい。この見た目でめちゃ優しいから。めちゃくちゃ気にしてたんで。大型だから。ザいい人だから。はい。頑張りましょう。せーの。また見てね。マジ岡部さんなんでってぐらいだからね。奇跡だよね。奇跡で。この何十現場もあるんだよ。それとあの足場の買取リース今結構盛り上がって、まあ、お客さん来てるんでどんどんで販売あのうちが買い取る方もう材料がもう速攻売れまくってるからぜひあの売ってほしいって言ったらちょっと効果買取してますんでぜひインスタも。インスタもあ。買取道場。買取道場ってやってます。そこで情報ちょっと流すようにしとるんで、ぜひそちらの方も。足場道場だったかな。足場道場。まあ、どっちかどっちか。概要欄にやってます。すいません。の。はじめまして。これめちゃくちゃピンやとったんですけど。はい。いや、聞こえてる。こういうのってどうされるんですか？またちょっと洗浄の方は、もう一度最後にかけさせていただきますので。これで一回したん？これ多分切ってある。これでしてあんの？そうやったらもう綺麗な色になれへんのちゃうの？もう あと1回やったの。本当にすいませんでした。漆黒ばっかり言って。本当に。申し訳ございませんでした。もう。